はい、こんにちは、てっちゃんです。ドラクエタクトをやっていきましょう。第112回闘技場ですね、が新しく始まっております。ちょっと確認しておきましょう。ドルマ属性強化の大会ですね。 HP プラス 30% 全ダメージ 30% 軽減、耐技威力回復力プラス 10%、 ドルマ属性威力ですねプラス 15%、 ウェイト240というところですね。なのでマーニャ、かなというところで、まだ無凸なんですが使ってみたい、大義なんでね。それから、ずっと使ってみたかったオメガ、これを採用しております。いやー大丈夫かな。いつもは勇者とピサロ、それから新竜、右3人は一緒なんだけど、左2人はもう勇者とピサロがもう安定の強さだったんだけど、ちょっとね使ってみたい。で特技に関しては教科書がなくて8とか8ぐらいまで上がってんのかな、その辺かもしれない。上がってるやつは9まであるけど、そういうレベル、あのオメガも含めてね。でもう一個ね、素早さちょっとねポイントがあって、みんな左2人は大義なんで、混乱取った後に起こしてしまう可能性があります。あのラリフォー取った後とかね。なので素早さは右2人は、最後に回ってくるように、素早さ作業しておりますというところかな。ポイント的にはちょっと行ってみたいな、マーニャ使い方をちょっと学んでいこう。本当はマーニャミネア、姉妹で行きたかったんですが、まあ、今週のね威力アップが大義ということでオメガにさせていただきました。オメガもね引いて以来使ってないんで、一回も使ってないんで、もうずっとやりたかった。はい、最初は運営のパーティー行こう。配置はこんな感じになってるね。ポッチがまだ1個でってことね。1、3、4、1、3、4、1、2、2って誰がいいの。そういう感じね。どうしようかな。どうしようかな。行っちゃってもいっちゃいいんだよね多分な。行ってこれ真ん中ズゴンっていけんじゃないの。なんだっけ、範囲すごいんだよね。1、2、3、4マス先行けの。1、2、3、こっから打てばさ、1、2、3、4、全部いけんじゃないのこれ。ここから打て、あれ届いてない、あれちょっと、どんな感じだっけ。あ、違う、1個含めて3か4か。1、2、3、4、ここまでだね。まあ行こうよ、これいいじゃん。でタロットが基本的に使い方としては、1個目はまあなんか、なんだっけ、力、愚者のカード、悪魔のカードを持ってます。攻撃守備力賢さ素早さを上げる。愚者は敵の攻撃力ダメージを与えながら攻撃力守備力賢さ素早さを下げる。これね勇者にぶち込んできたいんですよ。一旦目勇者に愚者のカードを打って素早さ上げをさせないね。で2ターン目でガツンといくって感じにしたいんだよね。で今回は素早さはちょっと下げちゃってるから上回ってないと思うんだけど、本来はねミネアとかも素早さがあるから、勇者を下げて2ターン目でやっつけるって感じにしたいんだよね。で悪魔のカードは、9マスの範囲だねに大義のドルマを与えるという感じなんです。プラス8プラス8でね。で2ターン目に、運命の輪を使って3ターン目に、こいつらを打っていくと、真のカードねっていう感じだと思われるんですよね。1個ポイントがあって、真の愚者のカード、真の愚者のカード、あ、な、違ったかな、真の愚者のカード、必中大義大、必中なんですよ、必中ねってところがポイントかな。新悪魔のカード、非ダメージ上昇のプラスがつくってことね、普通のカードよりね。必中がつくのでっていう感じかな。いやーこれ覚えるの大変だよマジで大変。ここでドゥグーン行くでしょ。ドゥグーン行ってこの子ってなんかできんの。あ、でね
無凸で3マス移動できるのもすごい。サラサラサラでいいかな、そんな感じかな。サラサラサラでいいかな。うん、こんな感じでちょっと行ってみようか。ちょっと分かりませんが行ってみよう。1人目、オメガッチ波動砲ドゥグン903。愚者じゃなくてこっちか、こっちね。悪魔のカードで、装備に関してはなんか HP 漏れるとかそんなやつにしてますので、なんだっけ、技がダメージアップするようなあれは組んでおりません。射程の、こっちは2から4だよね、確かね、2から4って感じ。悪魔のカードで次なんかもあるんで結構ね。おお、やっぱ神竜よ。いや、着実にね、私もね、広範囲キャラクターをね手にしておりますので、まあ、手にしてもいいんだけどさ、今度さ、何、素早さで負けてきちゃうよね。素早さ、トツか、トツで負けてきちゃう。無凸一凸が私のキャラクターほとんどなんですが、その分みんながさらにね進化して、貫凸がもうほとんどっていうパーティーが最近の流れですね。いや、貫凸でもちろんしたいですよ、したいけど、キャラクターも集めたいじゃないですか。私はねキャラクター集めたい派な方なんで、あんまり追わない。だけど今度の勇者だけは追ってもいいかなって思いますよね。うん、今の勇者がもう強すぎるから、その次の勇者はもうちょっと追ってもいいかなって感じはほんとするんだよね。ああ、ちょっと待って、あと、なんだっけ。混乱が取られてしまうんで、ちょっと待って、無属性が多い。あと、ドルマか。ドルマなんで、うん、ここでいいか。バーラックがちょっとね、やばいかもしれん。バーラック。バーラック。4マス移動できるんで、おお、ちょっと、状態上は全然ダメだ。で、ドルマが激減って感じなんで、ちょっとあれだな。もうこの中で唯一バーラックを恐れている。一番。一番バーラックを恐れている。で、ここは焼けつく持ってないから行きたいんだけどね。ちょっと、で、ドルマゲスは大義なんで、ちょっと今週も当たりたくない感じになってます。ここか。ここで行こうか。混乱取れるしね。で、真珠とか先に落としてやりたいね。行きましょうか。で、オメガに関しては、デイン以外が半減になってますので、受けとしてもまあまあいいんじゃない?って思ってます。電電流右。あー、でも混乱か。あ、混乱ダメだ。ちょっと待って、混乱ダメだ。あー、オメガ、下がれ。オメガ下がりなさい。順番。1、2、3、4、全部取られてる。で、あとこの子さ、何?まずいの。メラギラがまずい。で、混乱が取られる。混乱取られる、ダメ。こうなってしまうな。デインは OK なんだっけ?デインは?半減か。まあまあ、こんな感じで置いとこうか。いや、これまずいな。あ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 、これまずいな。溶けるな。あ、溶けます。あー、やっぱダメか。いけるかと思ったんだけど、あー、ダメか。悲しいな。でもこれしかないか、奥道は。これ置いて。1番。なんかね、たまにスカラ打ったりするんだよな。スカラ持ってない?焼けつくか。焼けつくか。焼けつくの可能性あるな。焼けつく。うん、こっから。焼けつく可能性あるな。デインは OK なんで、可能性がある。で、これは縦3連突きみたいなの多分してくるんじゃない?
バタフライが落ちるようになってればバタフライに、打ち込んでくるね。耐えてくんねえかな、うん、それしかないな生き残る道。1番でしょ、2番やって、3番出てきます、ここでギラだね。この子ギラが多分、あ違うか、普通に浮上の駅か。でこれが、あ入ってない、あ危ねえ入ってない。よしこれでカウンターこれでカウンターやばくない。右2人は混乱取っていきましょう。左を先に落としていく、大義大義で全部いくしかないな。でドルマが、真珠には OK、あ、OK でもないのか。半減か。苦しいね。呪文も入らないからな。来るのはどこ？ここ？ここの？ここか。ここのここに並ぶのか。1、2、3。で、入りますね。9マスはね。で、オメガッチが、ちょっと、ここでいけるか。1、2、3。ん？ 1、2、3、4。あ、入りますね。オメガッチもね。うん。だから、場所的には悪くない。こんなこんな。で、バタフライが、初手生き残ってくれれば、なんとか見えてくるかなってところかな。よしじゃあ行こう。はい、ドルマ打ち込む、まあまあしゃあないか。それはな、これが焼けつく。あ取られる、取られるか。あぶね、あいや耐えてくれたんだけどな、惜しかったね。おしまいです。これ結構いい感じで、あ、ちょっと待って、アトミックブレ、なんだっけ、マスターボムで、あれ？あ、麻痺か。違ったね、じゃあ。これ行く。うわー、厳しいわー。混乱の域、あー、もうダメだ。あ、混乱の域もダメじゃん。マデスさんも押さなきゃいけないから、あこれダメだな。ミネはやっぱ麻痺、いや麻痺マジ当倍取られるか。そうか、いやダメだな。これこれで打つ波動砲、あー惜しかったね。でどうする、あここでラリホーって手がある。これ取るしかないね。ラリホーね、はい、半減だけど 20% あるよ。 20% 終わりました。ちょっと待って待って、どうしようかな。ここはあ混乱が、あれもう、あいない、全くいない。ちょっと待って、これどうしようかな。ハードオフ落ちるか、大義やっちゃダメだよね。これやって真珠サラサラどこまで行く、これ1、あそこまでいけるか、いけるな。これやって愚者、サラサラ、あサラサラで落ちないか、神竜落ちないね。他に何かできることある、落とすサラサラ、なんだっけ、なんかカードあったよな、なかったっけ、止める、なんか止めるやつなかったっけ。ないか、全くないな。いやこれ打って真珠サラサラやって、ちょっとそっち行こうか。あーきついな、ねきついな。あーこう落とせないとさ意味ないんだよな。あこれいっか、これいって多段で落としましょう。多段で。で、あとね、ミニアの強いところは、追撃があるところ。で、3突、5突だったか3突だったか忘れちゃったけど、
追撃発動率が 20% プラスになります。そこが強い。おーっと、あー強い。まあいい、まあしゃあないしゃあないしゃあない。はい、3戦目。ここ行き、ギュメイってなんだっけ、弱点。ドルマいけんだっけ、ドルマいけんのか。あー、いいよ、いいよ、ドルマダメ。サラサラ、あ、サラサラもちょっとあれだ。サラサラ、うん、あの、勇者行きたいなと思ってるんすよ。ここは基本的にそこまで。あ、これ仲間だからやめとこう。仲間だからね。突数がちょっと厳しいね。ドルマ、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 ドルマ。麻痺、麻痺は取れないのか、うち今。だからここだね。ここ行きます。はい。2軒目ある。うん。とりあえず全部先手取られて返していく感じですね。はい、対戦よろしくお願いします。で、勇者 1,2,3の5 1,2,3の5、そんな感じなんだ。 1,2,3の5。じゃあちょっと見ていこうか。これ烈進撃、これはそこか。うん。で、これは戦線、うん、じゃなくてあれになるね、あれになるね。ちょっと待てよ、これさ、やりようがあるよな、やりようがあるよね、これうまくやれば。ちょっと待てよ、ちょっと待てよ、待て、メラダメで、デインが OK、 デインオッケーね、デインオッケーで、これは烈進撃、あ、メラここに来る可能性あるのか。烈進撃縦に来るか、あるね、あるな。烈進撃はあれか、メラじゃないか、違うね。なんでこっちが選ぶか、こっちが選んで、あれするな。うん、1、2は、あ、ここで受けるか。本当は混乱取ってしまいたいけど、まあいいんじゃないかな、これは。うん、2ね。で、3が、あ、そうか、出てこないか。あー、ちょっと待ってよ。デインが OK なんだっけ？デイン OK ね。で、6。え、ヒャドは？ヒャド。うわ、受けて大丈夫か、これ。烈進撃来て、あー、ちょっと待ってよ。こうするか。こうして、これここで受ける。混乱取ってしまう。これ1個上がっておこう。烈進撃させる。抜けた後に混乱取ればよしだ。うん、抜けなくてもいいか、抜けなくてもね。手前に置いといた方がいいわ。こことこことかね、次の範囲を考えて。で、3番、1,2,1,2,1,2,3,4、あ、これいいよか、剣線、あ、これは OK なのか、あ、これ OK なのか。あ、ちょっと待って待って待って。こうでもいいか。シャドウがちょっと怖いから。ね。で、呼ぶ。イオで半減で受ける、アトミック君を撃つ。1、2、1、2、3、4。あ、あれに入らないのか。あ、じゃあ、電電流が次、こっちが1、2、あ、3マスか。あなた3マス移動か。3マス。あ、4マス移動か。ここから混乱取れるね。さらさら行く。落とす落とす。いいんじゃないかな。混乱取ってしまって。いいんじゃないかな。一番やりたかった形来たよ。
半減。ナイス。で、波動砲撃ってもよしだし、届いてないんだよね。だから撃って、また混乱、あ、違う。危ない危ない危ない。枚数足りてないから、言っとくけど。はい、ここで撃ちます。もうさ、それやめようよ。それマジやめないそれ。518、5188、5188、8%だよ。それさ、やめない本当に。激減なんだ。いやマジやめようよそれ。混乱どこで、混乱横から取ってもいいか。いやー、いやどっから行ってもいいね。こっから行ってもいいし、で愚者のカードで素早さ下げってのもあるね。どうしようかな。ここでいいかな。ちょっと神竜邪魔しちゃいそうし。あ、追撃撃てる場所が良かったか。追撃。いや、ここやっちゃう。ここやっちゃう。危ねえ。何やってんのこれ。マジで。混乱取れないように。ちょっともう。もう 8% でさ、三河市とかさ、やめようよマジで。え？え？あーもうなあ、起こし合うとかさ、もうやめようよそういうの。で混乱著弱入らないしさ、もう負けてくるよやってて。どうしよっか。これいって何打ってくんの。ヒャド大丈夫か。ヒャドこの子はヒャド、うん、マーニャの方行きそう、うん、ミニアの方行きそうだけどね。うん、でも混乱がダメだから 1,2,3,4 混乱か。混乱ならこっち行くか。こっち行っていいか。この子混乱回れるよねこっちにね。あ、回れないのか。いやーマジでやめようよそれは。それは良くないことだと思うよ。あああ、幻惑だからね。まあ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 、いいか。それは許すか、じゃあ。愚者のカード打ちたいんだ。どうする?愚者のカード打って、サラサラ行くか。ねえ。1、2、3。うん。まあまあ、いいか、これでね。愚者のカード打って、追撃あるからね。次を起こしたらブチ切れするよ。よし、逆はよし。いや、やだけどね。やだけどまだよし。いやひでえな、マジひでえ。これ死んでいけるね。混乱中にさ、もう落ちそうなんの。もうなんとかしてよ本当に。ブレスで行きたいな。こっち行くか。これなんだ。敵一体に、あ、ちょっと待って、運命の輪行くか。運命の輪、これさ読める人いる。
下の詳細文ねえ、これ読める人います？さすが読めないよね。これはまあ読める、これギリだよね、これギリだよね。で運命の輪でさ、次のなんか見たくない？見ようか。あ、このムービーもね、あ、そう、大回復これがあんだ、忘れてた、大回復あるんです。これいいよ、最高。え、落ちないんだけど落ちると思ったけど落ちない頼むわ、体当たりでいくか。あ、ナイス、それそれそれ、それがしたかった。お疲れ。ちょっと待って、 あのね、攻撃されるかもしれないからこっちに逃げとけ。うん、逃げとけ。さあここでこれ何もできず、何もできず、もう待機中、待機中。あ、これ呪文いけるわ、呪文いける、呪文。あ、それやめて、あぶねー、あぶねー。通撃700ぐらい出るんだね。うん、それはいいね。で、あれが、稀に追撃なんですよ。稀に追撃。だから 20% で追撃ね。で、3突すると、プラス 20% 追撃。なんで 40%、時々。だガボガボと一緒。これね、ミネア強いと思ってますよ。勇者に対峙できるのも強い。で、2ターン目で運命の輪を入れる。で、あ、運命の輪で入ったら大回復し、1回ダメージ無効なのよ。すごくない？うん。まあ、今日3戦終わりましたね。ちょっと明日なんでこんな強いの？もう許してよ。ポイント失ってんだから。というわけで、本日の動画は以上となります。また次回の動画でお会いしましょう。